一時半を回りました。時の番人のストレスライフ、ストレスフリーライフの時間です。<laughs> MC はとかしき香りが務めさせていただきます。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見えるスタジオから放送しております。はい、それでは先週ですね。はい、私の友人の新里哲也さんをお迎えしまして。 お話をささせていいいたたただんんでですけどあか,りさんいかがでしたそうですね先週の先週の振り返りとしてこの新里さんのこの何て言うんですか私はあまり聞いたことのない経歴というかこう花こう次のステップに進むための努力はもちろんされてると思うんですがそこに何かうまい具合に話が舞い込んでくるというかでそれに対して香りさんがこう常に新里さんの周りには人がいて。 い言てこう。コツコツ続ける姿とかもすごい印象的っていう話が私は印象深いなと思いましたね。先週は。ありがとうございます。そうですね、ちょっと私たちの思い出話が <laughs> ちょっとかなり強かったんですけれどもね。<laughs> はい、でもやはりですね。私が思う。あの信者と哲也さん、うんうん、てっちゃんと実は友人なのでね。呼ばせていただいてるんですけども。あの？ 彼のストレスフリーライフの生き方っていうのはやっぱり結構積み上げてきたものがあるからこその今かなと思っていてでも、あのー、大学時代見ているともうどうやったら楽しめるかなってばっかり考えていたなと思っていてうんそこがやっぱり彼の。 一番いいところ。うん,うん。なるほど。向かってる先が楽しいだからコツコツができるっていう感じなんですかね。うん、そうだと思います。はい。ね、そういうところを今日はですね、うん、実はもう早速二週にわたっていくんですけれども、うん、<laughs> はい。じっくり後半で新座と哲也さんのお話をもう一度お伺いしたいと思いますので、早速ですけれども、はい、CM に入らせていただきたいと思います。それでは CM になります。 はい元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店ですはい元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です醤油塩タルナンパン激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店イ、うん、ノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店が ショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り千真空から伊佐交差点へとつながる坂道ノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もイルフアロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもてす全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます ネット予約がおすすめギノアンシ上原スタジオラディッシュ検索してね時の番人のストレスフリーライフの番組ですそれでは早速ですけれども後半ゲストをもう一度お呼びさせていただきたいと思いますサンキャッチの代表新里哲也さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします新里哲也と申しますはいありがとうございます <laughs> 先週に引き続き ありがとうございます、えー、ではこん今回はどんなお話を深掘りされていくんでしょうかそうですねあの先週新里哲也さん「あの、うん、てっちゃん」ということで、うん、あの呼んでいるんですけどもね、はい、てっちゃんがやっぱりストレスフリーの過ごし方とか、うん、やっぱり生き方とかっていうのをやっぱり今極めてるとは思うんですけど極めてる、うん、と思うんですけどね。 っていうのは本当は表に出てない裏側の側面っていうのは本当あって、うん、でもそれって真似できないはずじゃないんですよみんな皆さん,、うんうん。なんかそこそこのなんかヒントっていうのをぜひ、うん、お話し聞きながら皆さん一つ一つ、うんうん、気になるところとかをなんかね受け取ってもらえたらいいなと思って、うん、はいそういうところをお話ししていきたいです。はい。では,はい。<laughs> 打ち合わせもないからいきなりストレスフリーのテーマに振られてるでもストレスフリーで生きてるっていうふうにね意識もしてないよね自分はね昔から好きに好きなことしかできないっていう性格だから自然にそうなってると思うんだけどただ一つ意識してたこと何かって言われたら選択権を自分で持つこと。やっぱ自分で選べる っていうののがスストレ一緒に働く人自分で決めれるとか、うんうん、自分やることを自分で決めれるとか、うん、好きなことをやれるっていう、えー、選択権要は、うんうん、そう考えた時に大事なのは自分が選択権を持つことだって思って、うん、じゃあそうなるためには自分で選べるぐらいの自分の実力とか実績を持っていかないといけない。うん わけでで自分で好きなことをやるにはこう好きなことを仕事にすできる能力が必要でだからそういうのを勉強しないす,するべきだなって思ってそれを勉強し始めたのが23うんなんか早いうちから気づ,気づきがお、うん、なんかこうもっと年齢を重ねないと気づけなさそうな点だと思いますけど。 どううですか香さん今のの話を受けて、うん、そうあの、うん、当時知らなかったんですけど、うん、後から最近聞いたんですけどね、うん、あの結構若い時からやっぱりセミナーとか自己啓発っていうかやっぱり、ね、自分の、ね、資格を取ったりとかっていうところ結構通ってたって聞いて、うん、私たちも20代前半ってもう卒業して就職決まって、うん、自分で働いたお金が手に入るからもう、うん。もう このお金を使っってて、ね、てどううう楽しもうかっていうを考えている <laughs> そうですよね <laughs>、うん、でもそこから多分いろいろ違うのかなと思ったりとかそうですねや,やっぱりこの自分のためにっていうよりも多分その時当時てっちゃんはなんかこれを学ぶことによって自分がどう変わるんだろうとかってワクワクの方がもしかしたら高かったんじゃないかなと思うけれども、うん、どう あのね今香織が言ってたけど俺逆なんだよね実は23のあじゃ逆っていうか23まで一冊も読んだことないわけあなるほど多分教科書も読んだことない多分一冊大学授業まともに受けたこと多分回もないんだよねマジで一冊も読んだことないわけ23までなんて羨ましい人生普通はほら大学まで勉強して社会人なんだけど俺逆なんだよ大学卒業したと同時に勉強始めてるん その時にな何で勉強したかというとあ本読んだ時にびっくりしたんだよね。あうん、本ってこんなにいろんなことが学べるんだってうん、うん、本読んだら自分をこんだけ成長させられるんだっていうのこれ驚愕だったんだよね。うん、それまで本にお金払う人すもう全く理解できなかった、うん、本に2000円払うとんでもない飲みに行った方がいいと思って本気で思ってたからでも本ってすげえなーと思ってだから23から勉強し始めたんだよね。うん、だから週に5回ぐらい てた仕事終わって、うん、もう毎日この学校に通ってたうん、うん、だからあの貯金とかする感覚全くなかったねは、えー、もう全部なんか学校とか本とかに何ていうの、えー、お金を使うっていう感覚だったかおりさんはどうですかこのなんていうんですか新里さんは勉強への目覚めはこう大学を卒業されてからっていうふうな形でしたけど。うん なんか今のを受けてこうそもそも本を読むっていうことって苦痛だったりもするじゃないですかそうですねやっぱり内容にもよるけれ,よるけれどもね。 そうですねなのでなんか自分今までほら私たちさっきすごい共感しましたけど香里さんと私は教科書を読む教科書を読んですごい文字うってなっちゃいがちな方なのかなって思いましたけどなんかそれにはならなかったんですかならなかったです、うんうん、なんか私はか活字離れの一端を担ってるんだなっていう風に自分のこと思いましたけど <laughs>、うんうん、なんか、うんうん、こう本を読 本を読んでこう自,自己形成された側面があるっていう形なんですかね今のストレスフリーな自分って、うん、なんかね、あのーうん、自分が23の時思ったのが、うんあのー、だって1時間働いて600円の人がいて、うん、当時ね大倉<い>が大学の時で多分時給それぐらいだったと思うんだけど1時間働いて100万稼ぐらいずいたんだよね。うん、びっくりしたね一1時間の講演100万円っていう人がいて。うん なんか本か読んだのかテレビで見たのかわからないんだけど、うん、この差ってすげえなと思って、うんうん、だから俺あそこに行きたいなって思ったんだよ23の時にうん、うん、でもすぐにはなれないから23で40歳ぐらいまでになりたいなと思って17年計画、うん、そのためには人があの考えないこと人ができないこと人と違う視点、うんうん、でそういうのを磨いていかないとそこには行けないよなって思ったんだよねだから常に人がやらないことを選択してきたみたいな。うんうん そうじゃないと人と同じことしてたってねうんもう絶対勝てないわけでそれはずっと意識してましたね今でもそうやっぱり多分ね自分で選んで進んでるからだなって今すごく思ったうん多分当時セミナーとかもね本とか購入するもう本本とか購入する時も多分自分の 給料からちゃんとおしゃしゃらって、ねうん、自分でお金を払うからこそ選んで学びたいものをすごく吸収して、まあ、吸収力もあったかもしれないけれどもあのなんかすごく今感じるのが選べるっていうこの自由さっていうか私たちってもしかしたら大学,学生の時ってまあ,まあ,ありがたいことに親が授業料も払ってくれて、ねうんうん、このお金を投資して。 学ぶっていうところに少し鈍感うん確かに、うん、で今はもう社会人になってうん、うん、何を学ぶにもやっぱりねあの投資しないといけないいいとけ実は無料セミナーってね、うん、あのかじってるだけなんですよ皆さん無料セミナーで学ぼうっていうことで無料のセミナーばっかり行く人たちが多いと思うんですけどうん、うん、もう目の前にあるりんごをちょっとかじったうん、うん、みかんをちょっと食べたバナナをかじったっていう本当に かじ,りかじった多分本質をしようとするとやっぱりたくさん学ばないといけないっていうことはでやっぱりそういうところっていうのを、うん、てっちゃんは多分、うん、もう自分が成長するんだったらっていうところにちゃんと投資して、うん、お金も時間も投資してるうん、うん、そこは多分自分が変われるっていう絶対的な多分なんか。 自自分を信信じたたというかうか、ん、があったと思うんですよで、うん、実は私ここでもう一回「時の番人の」実はフレーズがあって自分に投資ができない人は自分に自信がないから、うん、っていうことをまあちょっと人は選びますけどねズバッという時があってうん、うん、やっぱり変われるっていう自信がある人は、うん、この分学ぶと しっかり成長して、自分のものを吸収して、次のステップにしっかり上がることができるんですよ。うん,うん、うん。ね、だ、が、まそ、そこだったんじゃないかなっていうのが、すごくてっちゃんの話で。とっても感じましたね。うん,うん。なんかね、貯金ってなくなるじゃんね、絶対ね。なあ、そうですね、うん。でも、自分をまず変えてしまって、自分の市場活用を分ければ。うん,うん、うん。自分っていうだけで売れるんだよね。 自分が発する言葉自分がやること、うん、それが全部商品に変わっていくから、うん、あの貯金するんじゃなくてそういう自分,自分自身の市場価値を上げていって自分の価値をどんどん上げていく、うんうん、そしたら奪われることないんだよ絶対に自分の経験とか考え方とか、うん、スキルノウハウっていうのは、うん、積み上げていけばいくほど、うん、あのなんていうのかな 自分の中が消えることはない生きてる間盗まれることもない彼に盗まれたからって自分からなくなることはないんだよねだからそういう自分を育てていくというかそこにどんどんお金を投資していくあと特に経験経験はもうその人にしかないものだからこれ圧倒的な価値になるんだよねこれいっぱい失敗してきたけど全部今価値に変わってるからうん 見返りを求めるのが早い人はすぐう,、うん、うまくいったかいかなかったっていう判断がその場でやってしまうんだよねでも大抵失敗したこととかうまくいかなかったって時間が経ったらすごい価値が出てくるんだよねうんなるほど、うん、すごい新しい見方です私にとって、うん、失敗しようが成功しようが全部自分の血となり醜くとなるわけだから一喜一憂しないんだよね、うん、その時に見返りがなかっただけの話だからそれは5年後10年後にすごい価値に変わる、うん 今思い返してみたら全部勝ちだからね過去に失敗俺,俺失敗体験で勝たれるから仕事できてると思うああなるほど、うん、確かになんかこうその方が親近感も湧きますしね、うん、だって俺知識のお話はするけど、うん、あの実際やった話セットだからねう <laughs> そうそうそう実はさ俺本当にやったら嘘みたいな嘘みたいだから本当にこれやったからねって言ってみんなびっくりするんでね「うん、バカですね」って言われるんよね「バカなんだよね」ってでも経験してるしてないってでかいんだよね、うん、とっても。 本当やっぱりおっしゃる通りって言ったら失礼だけど、うんなうん、経験みんなね失敗してるんですよ私も相当失敗したし、うん、最初から何でも100%完璧にできる人って絶対いないから、うん、スタートって誰でもねやっぱりもう苦手なものをどうやったら克服し,していけるかなから絶対スタートしてるのでうん、うん、それをしっかりねもうコツ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 やっていくしかないかなって。うんうん もういや長い目で見た方がいいんだよ、俯瞰で。これじ、うん、大好きな言葉がね、人間80歳で花開くっていう言葉が大好きで、うん、かっこいい。で、これ、人生60歳がスタートだと思ってるから、60までは準備期間なんだよね、俺まだ51だから、まだまだ9年間は準備期間、うん、で60歳が一番いいときだと思ってるから、うんうん、また行くんじゃなね、普通みんな退職するんだけど、うん、俺も60から本格的に始めるって、うん、今もう準備期間、だって60って一番いいでしょ。元気だだだしさまだまだち 人脈もあって子供たちはある程度多くなって時間も自由があって、うん、だ60歳からが俺一番楽しいはあ確かにそうですねだからそれまでにどう生きるかうん、うん、何を準備するかが俺は勝負だと思ってていやなんか謎の補足なんですけど、うん、ちなみにリリー・フランキーも60今1歳ぐらいですよ謎の、うんうん でもリリー・フランキーもラジオパーソナリティをされてるんですけどやっぱりなんかこう後輩への,この自分が持って自分が培ってきたサブカルチャーの知識のこう受け渡しだっていう側面もやってるし、うん、一方でこういろんなこう自分でも台本を手掛けたり本を作ったりとかそういった面でも反面広がってどんどん年を重ねるごとにこうスキルアップしていく人みたいなイメージがある。 なのですごい重なりました、うん。だから自分が仕事するのは一生できる仕事をいつも選択してる。うんうん、で仕事するっていうのが社会とか人との関わりが生まれるんだよね。うん,うん。な、うんあのなんていうかなあの毎日の充実感とかうん、うん、あのそこに繋がってくるから結局それがない健康にも影響大きく影響してくるんだよね。ああ確それはある。で、うん、仕事してる人なんだよ健康の人って。見てたらわかるでしょ、うん。わかります。 仕事辞めると急に吹き込むんだよねじゃあ60歳だとじゃあ自分が選択できるっていう状態に持っていかないと今から準備しないと無理なんだよね人任せじゃなくて自分で選べる自分がやりたいことができる自分がやりたい人とできるやりたい時にそれって今のうち準備したのから無理なんだよねだからそれをせっせとやってるだからまだ人生始まってもない感覚的にいやあかりさん あかりさんもねやっぱ多分得意なこと絶対あると思うんですよありますかね、うん、一緒に見つけてくれませんかもちろんもちろん <laughs>、うん、あのでも、うん、意外とね自分のことわからなくて私も本当に今の仕事は、うん、あの得意なことを特化して始めたこの時間のコンサルではあるんだけれども たたまたま周りがそれお仕事にした方がいいんじゃないって言われた時にうん、うん、えこれ仕事にできるんですかって思ったところからスタートしてるんですねうん、うん、で意外と自分が当たり前のことにやってるようなことって人から見たら特殊能力っていうのはうん、うん、てっちゃんに教えてもらったんですよ、はあ、確かに、うん、なんか人のすごい得意なところは発見できるけど自分になると全然分かんなかったりしますよね。うん、それは当たり前すぎるから そっか自分,が自分ってうんだ、うん、から自分が当たり前にできちゃうことをそれを当たり前だと思えない人に届けられるもって全部仕事になるんだよね基本的にんそれが何であれすごくわかるであのたまたまてっちゃんがやっているオンラインサロンのメンバーがいてうん、うん、じゃあ,あのお互い自分がやってることを発表しながら、うん、あのフィードバックって言って感想を伝えるっていう時間を持ったんだけどうん、うん、みんなね 私のいいことを見つけてくれてて教えてくれるんですよ<ー>これすごくいいと思ってで私も誰か他の人がやってる時に、うんあの「あなたこれとっても得意なことがあ,ったあるじゃない」みたいな「うん、それって他の人ができないと思いますよ」って言ったらみんなえー、そうなのっていう、うん、だからあかりさんもこれぜひ絶対やってもらいたくて、はい、何名かでね自分がなんかあの普段やってることとか、うん、や,やりたいと思ってることとかをあの。 ちょっと順番よく話しながら感想とか伝えてもらうとうん、うん、あ私の得意なこととかあの人から見てこういうことって、うん、あの特殊なんだとかっていうのが、うん、だん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 明確になってくるんですねうそうするとあこれを生かした自分の強みを持ったお仕事にしていけばいいんだっていう,うん、うん、自分独自のメ,メソッドが出来上がるわけですよ。うんうんお 雇われでしか働いたことないのでこうやっぱりこう与えられた仕事をしっかりこなすみたいなところに終始した人生だった気がするので、うん、なんか自分のメソッドを持つって面白そうだけど難しそうみたいなところがありますね。いやあの勤めてても独立しても、うん、俺関係ないと思っててうん、うん、結局これからは自分の看板っていうのを意識しないといけないよね。うんうん、名指しで選ばれる人 職名とかで選ばれるんじゃなくて、うん、名指しで、うんうん、名指しであなたにお願いしたいっていうのを俺は意識した方がいいだから自分の看板意識してくださいねって、はい、会社とか肩書きの看板じゃなくてうん、うん、自分の名前という看板それを意識する時代じゃないかなと思ってるんですよ今。 これから探さなきゃなあって感じですね。でもすでにあります。本当ですか？確実にある。自分700名ぐらいプロデュースしてきたんだけど。700。もっといるかな。多分100名近くプロデュースしてきたんだけど、強みがない人一人も見たことない。必ず何かの天才として生まれてくるから人は。これ実験した人がいるんだよねハーバード大学で。はあ。そうなんですね。そうそう。200人の人を40年間調査していったときに必ず全員が。 この200万人の、によりもたけてる能力が、一つから三つあったっていうデータがあるんだよね。へえ、そうなんですね。うん、だから、これらの自分が感覚で言ってるんじゃなくて、これ科学的にも、必ず人は何かの天才としても、生まれてくるっていうのが、もう証明されてるんだよね。うんで、本人気づいてなきゃ、なぜか、当たり前すぎるから。うん、うん、うん。うん、そうですね。なんか、それに自分が気づいてないことほど、他人に言われて。 こうはっとするし、また嬉しかったりするから、余計伸ばしたくなりますよ、ね。だから他人に気づかせてもらうしかないんだよね。<ー>さっき香お言ってたけどうん、うん、フィードバックの。だから自分はそういう環境を作ってるわけ。大事大事。もうね、話つけないんですけどね。<laughs> <laughs> あの、もう絶対またゲストで呼ぶので、はい、ぜひね、皆さんもね、視聴者の。視聴者の皆さんも、新ん哲也さんのお話聞きたいなと思ってる、改めて、また。 番組でお呼びしたいと思います。はい、それではですね、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスをお伝えいたします。七九七アットマーク fm 技能ワンドット c o m です。この番組はユーチューブでもネット配信しておりますので、ホームページからでもご覧ください。はい、えー、では残り二分弱となりました。どうでしたか？今回放送を通してお二人久しぶりに会われたとかですか？ そうでもないです。ね <laughs> そ, <laughs> そうでもないですね。まあズームでね、遠く打ち合わせしてるんで。<laughs> うん、そうなんですね。でもやっぱりこうストレスフリーライフと信者とさんがどう絡んでいくのかっていうところが、そうなんか気になるところでしたけど、やっぱりリスナーの皆さんもこう会話の端々からキャッチしてくれたらいいですね。はい、思います。あの結構誰かのあのなんだろう。 大事にしているところって、自分にも当てはまることって少しでもあると思うんですね。うん、今日聞いていただいた中で、うん、一つでも、あ、これだったら自分なんか、あの。取り入れられそうだなとか、ね、うん、これだったら自分も、あの、試してみたいなっていうところを、ぜひ。皆さんも、はい。チャレンジしてみてもらいたいなと思っています。ストレスってね、結局人なんですよ。うん、誰といるかっていうのを意識すればいい。 と思いあのほとんどストレスって人ですからね原因はそう思います一つだけ最後に言うとするといいところだけを見ていきましょうっていうところが一番ストレスフリーかなはいありがとうございますはいじゃあ本日「時の晩にストレスフリーライフ」これで終了させていただきます哲也さんありがとうございました来週